本日の稽古を始めます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、毎朝1分痩せたい人におすすめな立前を一緒に行っていきましょう。その前にまずは心を静めていきます。正面に礼、お互いに礼、健康に礼。では黙想をしてください。黙想、心を静めてください。ダイエットには欲望が関係してきます。我を忘れてはいけません。心をできるだけ沈めましょう。大きく深呼吸をして、できるだけ息を吐いていきます。動いてばかりでは変わりません。できるだけ欲望を減らして、健康な自分、素直になることが大切です。黙想やめ。では1分間の立前を行っていきます。立前、いわゆる空気椅子のようなものです。膝を曲げて、電信柱を抱えている感じで体をキープします。できるだけ腰は低くです。やってる最中はできるだけ森、山、川、そういった自然を頭の中に浮かべてください。徐々に足が疲れてくるので、疲れてくる部分は上半身が疲れてくる気持ちになってください。それでは1分間立前を行います。呼吸はできるだけ深く深呼吸をしていきます。心を静めて、辛いこと、悲しいこと、嬉しいこと、すべて自然です。何もかもを忘れていきます。それでは1分キープです。いきましょう、スタート。頭の中を真っ白にしていきます。川の流れ、風の音、鳥のさえずり、自然な音をイメージします。できるだけ深く深呼吸をします。日常的な嫌なことを忘れていきます。はい、お疲れでした。1分間の立前、お疲れ様でした。頭の中が真っ白になって気分がすっきりしたと思います。これを毎朝1分間一緒にやっていきましょう。目をつむって瞑想する時間というのが必ず必要です。そうすることで自分の欲望を減らして、気持ちいい朝が迎えます。本日もお疲れ様でした。頑張った方はよかったらグッドボタンとコメント、シェアもよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。